こんにちは、速稼塾の久保です。今年も赤い羽共同募金の時期がやってまいりました。私の住んでるとこでは町内会費の中にこの赤い羽共同募金の募金が含まれてるんですよね。でもちょっと待っていただきたいと。赤い羽共同募金って一体どんな活動してるのか、何人に対しての募金なのか、ご存知の方ほとんどいないんですよね。つまり町内会費の中に隠れてこういった意にそぐわないような寄付を強制されているとも言えます。これはね、町内会の上の自治体っていうのがあるんですよ。自治連っていうのがあるんですけど、そこにも提言したことがあります。こういう強制的な回収ってどうなんですかねと。だって募金したくない方とかいると思うんですよと。そして募金するにしても赤い羽なんとかかんとかっていう基金に募金したいと思ってるのか、それともね、ドラえもん募金に募金したいのか、ユニセフに募金したいのかって選ぶ権利があるはずなのに、なんで自動的にこんなね、わけのわかんない団体に強制徴収されてるの。しかも半永久的にでしょ、これ。小学生の頃もなんか赤い羽って小学校でもらいましたよ。その時はまだ羽だったからいいんですけども、なんで今これシールみたいな安っぽい。で、誰かつけてる人いますって感じですよね、これ。キモいですよ、こんなのね。これつけてたらね。アホかと。このシール代もお前、募金の中に含まれてるんだろうかと思いますけども。まあね、言っても無駄ですよね。なんか金額にしてね、40円ぐらいだそうなんですよ、募金金額。まあいいじゃないか、みたいな話になったりとか、まあ決まってるからね、みたいな感じなんですけども、ふざけんなと思いますよね。40円甘く見んなと。40円お前が払えって話でしょ。40円ぐらいって言うんだったら。だからこういうふうなね、これ寄付の強要ってのが、やっぱ知らないところであるわけですよ。これに対して、ぼーっとしてる人は何にも気づかないんですよ。で、気づかせてもなんか今まで払ってきたし考えたことないからっていうので、まあ、私の提案っていうのはね、まあ、却下されるわけですよね。で、未だにこうやってね、強制徴収されてるんですよ。ちなみに調べると赤い羽共同募金、とんでもない悪事を働く団体ってことが分かります。で、そういうことも調べないでしょ、調べれる時代に。もうこのね、赤い羽共同募金なんてクズですよ、これ。関わってる人で、ここの手先になって金回収して無償で働いていい顔してる人、もうクズですよ、こういうのも。本当にこう、とんでもないところですから、これね。反社会勢力ですから、これね。私の評価ですけどね。でも、調べれば私と同じ評価になると思います。調べない人は、なんとなくいいところみたいな感じでしょ。しまいには、あ、40円ぐらいだから、50円ぐらいだからでしょ。だったらお前が払えって話ですよ。ぐらいって言うんだったら。私はね、ビタ一もそんな金払いたくないですよ。で、どうせ1円でも5円でも10円でも払うんだったら、自分の選んだね、ところとか、選んだ人に払いたいですよ。こんなね、否定してるところから強制的に徴収されるんですから。だから、まあ、これみんなでね、ちゃんと考えて、本当にここに払っていいんだろうかとかね、そもそも強制徴収されてるってどういうことなんだみたいなことを考えれば、税金より立ち悪いですからね、これね。だって、私たちが個別に選んで払ってるっていうような扱いをされてるわけですよ。税金は強制徴収だから、払いたくない人は無理やり引っぺがされるわけじゃないですか。でも国の制度だからしょうがないですよね。でもこれ、国の制度も何でもなくて、単なる任意団体ですよ、これ。で、それにあぐらをかいてね、無駄銭使ったりとかね、なんか年末に飲み会をやって喜んでる人たちがいるってことなんですよ。まあ、そういうことをね、したければね、どうぞやってくださいってことなんですけども、腹立たしいですよね。飢えて死んだ人もこの日本には数少ないですけど、います。そういう人もこれは今日徴収されてます、ね、おにぎりが食べたかったですからね、お亡くなりになった方も数年前いましたけども、その人もこれは強制徴収されてると考えたら、なんかね、ひどい話だなと思うんですけどね。でもこういった利権にあぐらをかいていい思いしてる人がいると思えばなくならないでしょうね、これはね。だからしまいにはもう暴力なんですよ、解決ってのは。どんな権力に群がってる人も結局は弱々しい人なんで、パンチ一発でね、打ちのめすことができるわけなんですよ。で、そういう時期がおそらく来るんではないかと思います。結局持たざる者ってのは最後に腕力、暴力、攻撃に訴えることができますんでね。そうならないように適当に餌をまいてるつもりかもしれませんよね。住民税非課税世帯5万円とかね。まあどうなるんでしょうね。我々この国に住む人間が最も戦うべき相手はロシアでも何でもなくって、あれじゃないですかね、敵はうちにありって感じで、国民が国民に対して立ち上がる日も来てしまうんじゃないかなと懸念を感じる。まあそんなね、共同募金からそこまで話を広げなくていいじゃないかって話ですけども、これどうなんですかね。これはね、払いたくて払ってます、これ。なんかこれはね、あれですよ、赤い羽共同募金ってまさにね、赤軍というかね
例の赤派ですよはっきり言いませんけども、どっかの国の回し者がこれをね、赤い旗をたなびかしてやってきたんじゃないですかね。危険だと思います。こんなことをするよりも、あの拉致家族を早くね、奪還してください、ね、もう皆さんお腹でなっちゃいますよ。こんな小銭集めてるよりも拉致被害者の方をなんとかね、解決する方向に動いてほしいなと思うばかりでございます。それでは、赤い羽を生まれながらに持った鳥ちゃんには悪いですけども、赤い羽なんて嫌いだと言わせていただいて、最後放送終わりたいと思います。いってらっしゃい。